はい、今日はね、小林正観さんのしてあげたことにもさせてくださってありがとうございますというね、お話をさせていただきます。お釈迦様のね、時代なんですけれども、僧侶はね、お弟子さんたちは布をね拾ってきて、針で糸、もちろんね糸を使って縫っていって、それを使っ腰布として使っていた時代があったんですね。で、一人ね、目が見えない、弟子がいました。で、なかなかね糸が針に通らないので、道行く人にね声かけをしたんです。当時ね、無財政っていう、概念があって、例えばね笑顔を人に振りまいていい気分にするとか、愛語と言ってねいい言葉をねそばの方に声かけしてあげて、すごくね朗らかな気持ちにさせてあげたりとであったりとか、席を譲ってあげたりですとかね、お金をいらないね、お布施を行っていました。今でもねもちろんあります。笑顔でね素敵な人を見ればこちらがね幸せになることっていうのは多々あると思います。幸せなね言葉をかけていただいたら、幸せなね気持ちになります。それと同時に、そのね目の見えない弟子は道行く人に、私のねこの針にね糸を通すことをして、私のね、無財政をして、あなた幸せになりませんかっていう呼びかけをしていったんですね。なかなか見つからない中、一人のね、僧侶が通りかかりました。それは、私がして差し上げますとね、申し出てくれたんですが、その方は実はお釈迦様だったんですね。ということは、そのお弟子さん、目見えないお弟子さんの大師匠にあたります。で、そういう方ですから、いえいえとんでもないと、お師匠さんそんなことね、してもらえませんと、あなたはそのような立場ではないですと。でもね、お釈迦様はこう言ったんです。私もね幸せになりたい、無財政をねもっとして幸せになりたいのであるから、やらせてくださいってね頼み込んできたんですね。もう悟りを開かれている状態だったので、悩みとかっていうのが一切ない状態で、もう 100% ね、幸せの状態を保っておられた方なので、まさかねお釈迦様がそんなことをね、申し出てくるとは夢にも思っていなかったんですね。で、その上ね、針にね糸を通して、弟子に渡すことでもちろん幸せな気持ちになったんですけれども、その時にお釈迦様が言ったのは、させていただいてありがとうございましたというね言葉を弟子におかけになったんです。すごいですよね。もうほぼ完全体の人間がですね、そういう一言を発することができるっていうのが、やっぱりお釈迦様のエピソードとしてふさわしいんじゃないでしょうかね。一度考えてみてくださいませ。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。